だから舛江都政が評価できなかったのと全く同じように、小池都政も評価できない面がたくさんあるというふうに思いました。で特に私が最も問題だと思っていますのは、舛江都政もそうでしたし、小池都政も東京の東京将来どういう都市にしていくかという時のビジョンの一番中心に座っているのが国際金融都市東京を作っているという構想です。でその国際金融都市東京を作るために都心部、さっき言った東京駅から品川にかけて、あるいは銀河都市にかけてを、信じられないような規模で再開発を進めていく。これに膨大なお金と人と権限を投入していく。これではですね、都民の願いは実現できないだろうというふうに私は考えました。他方で貧困をなくしていく視点が全くないというふうに思いました。保育は確かに推進をしていますけれども、従来のような質が高い保育を実現するために公立の保育園、あるいは非営利の認可保育園を中心にするというあり方からは、大きく転換をしていて、営利企業による保育、あるいは、在宅保育とか保育ママによる保育とかっていうですね、あという、イレギュラーな、お金がかからない形でやる。一方では、営利の保育を導入していく、この辺が小池さんらしいところなんだろうと思いましたが、また憲法とか平和についての発言も全くないということがあります。小池百合子さん個人は皆さんご存じのように、おそらく右翼的な思想の持ち主で、核兵器だとか国防軍だとかを支持する立場で、ただ、現在は都知事としてはですね、そういう右翼的な発言はしていませんけれども、逆に、平和を推進しますとか憲法9条を守りますという発言も全くしていない、わけです。という点は私は大いに批判したいというふうに思いました。今から40年前ぐらいまでは東京はやっぱり何といっても町工場と商店街の、ずっと広がっている社会だったわけなんですが、その後ずっと経済がグローバル化して町工場がどんどん減り、商店街も減ってショッピングセンターに、スーパーに変わっていく。で、普通の日本家屋じゃなくてマンション住まいの方が増えていくという、こう40年間で東京の都市は大幅に変わりましたけれども、で小池都政はどういう都市を作ろうとしているかというと、なんといっても観光産業をやっていくというわけです。町工場を再建するとかものづくりをもう一回立て直すとかではなくてですね、観光産業でやっていくという方向性を強く打ち出している。これはアベノミクスと全く同じです。小池さんの東京の成長戦略はアベノミクスと二人三脚で歩んでいて、アベノミクスと全く矛盾がない政策を行おうとしているわけです。東京の都市政策を何を軸にして見ていくかという軸を定める視点で見ると、この3つが重要だと思います。一つは東京の都市再開発の、是非を取っていることですね。で築地と豊洲の問題はちょっと土壌汚染問題ももちろん大きいんですけれども、基本的には築地市場を開放して、あそこに環状2号線を通して、森ビルが、ビルを建てたいという計画なわけです。で、豊洲の方は、あるいはその競りですね、生産者と消費者のつなぐ競りという制度をやめて、基本的に大手スーパー中心の流通システムを変えるということが、豊洲以外の本当の意味。でそういう都市開発をするのかしないのかというのは、大きな東京という都市に見ているというのが大きな軸だと思います。2つ目は都民の生活をどう保障していくのかということですね。ヨーロッパの場合は貧困問題に対する対策は2つあると言われていて、それは所得が低い人に所得をプラスしてあげるということ、もう1つは住宅をきちんと保障する。で特に子ども、若者、女性、障害者、高齢者、マイノリティの脱貧困をどう進めるのかというのが、東京という都市の政策を考えるというのが、本当に大きな軸になると思います。3番目は、そういう政策を進めていく中心である議会が民主的で透明で公開なのかという、こういう点ですね。いや私は前からですね、地方議会というのは、議会だけじゃなくて地方議会は住民参加のセンターになるべきだというのは
そういうふうに言ってるんですけども、議員さんが選挙している場所ではなくて、ちょっとアメリカの議会のようにですね、住民が参加していって、そこで発言をし、陳情をし、声明をし、議員に討論する、まさに住民参加のセンターに議会というのは生まれ変わるべきだと思うんですが、そういう論点が取れるかどうかということが思います。4番目に、この時期ですので、都議選というのを考えると、やはり安倍政治、安倍会見を取るという姿勢も必要だろうと思います。で、三度さん、市民の連合と都民ファーストの関係ということで、ちょっと考えてみましたが、都民ファーストの会の中で、日本会系の人が2人います、自民党から移ってきた2人で、これは当選させないということを、市民の運動としてやるべきではないかと思います。それ以外の方々に関しては、都議選の選挙区ごとに、よくありますね、市民からこう候補者全員にアンケートを送って、回答を、政策として回答してもらう、あれをですね、ぜひ活発にやっていただくのがいいと思います。でその中で、今言ったような再発の問題どう考えますかと、あるいは都民の生活保障の問題どう考えますかと、都議会どうしますか、でそして安倍政治、安倍会見どう考えますかというアンケートを、活動をですね、ぜひ活発にやっていただくと、いいではないかなというふうに思っています。